カルティエメートル・アンクティルは、フランス海軍のデスティエン・ヌドルブ級通法艦6番艦。艦名は、第二次世界大戦中、レジスタンス運動に参加し逮捕、処刑されたベルナール・アンクティル水兵長に由来する。カルティエメートル・アンクティルは、DCN ・ロリアン交渉で建造され1975年8月1日に、寄港、1976年8月7日に、浸水。 1978年2月4日に就役する。1978年4月29日にディナンと命名都市の関係を結び、陸軍の第三流気兵連隊と提携関係を結ぶ。カルティエメートルアンクティルは、海外領土や経済水域の警備のほかに、潜水艦部隊の支援や、法執行活動及び救難を担当し、海洋における諸任務にあたる。 1999年7月30日に退役する。バンデルマはトルコ海軍がフランスから購入したブラック級コルベットの3番艦。艦名はバンデルマに由来する。バンデルマは2000年11月にフランスから購入し DCN にて回復作業が行われた後2001年11月15日にトルコ海軍に納入された。ありがとうございます。